津幡高校柔道部、男子25名、女子11名の総勢36名。石川県を男女合わせて37度制した県内随一の柔道強豪校です。今年1月に開催された全国高校柔道選手権石川県大会、津幡高校は圧倒的な力を見せつけました。男女揃って団体戦で優勝すると、個人戦では男女合わせて10階級中6階級を制し、全国の切符を勝ち取りました。全国行ったら接戦になることがほとんどだと思うので、そこでしっかり勝ち切れるように、これから練習で粘り強さとかそういうところをつけていきたいと思います。しかし新型コロナウイルスの感染拡大で3月の全国高校柔道選手権は中止になりました。気持ちを切り替え迎えた4月からの新シーズン、選手たちは今頃三大大会の残る2つ、7月の錦秋季高校柔道大会と8月のインターハイに向けて最後の調整を行っているはずでした。コロナの影響は大きいですね。特に対人競技で柔道の場合こう組んでやるスポーツなので、ちょっとやっぱり練習方法とかそういったところではかなり苦労してます。現段階ではやっぱり自由練習、ランドリー、試合に近い状況でお互いに技を掛け合うといった、そういった練習方法はもう制限されてます、はい、選手同士が組み合い3密が避けられない柔道、全国高校柔道選手権に続き錦秋季高校柔道大会とインターハイも中止が決まりました。3年生は目標にしていた三大大会すべてに挑戦することができませんでした。いや、残酷ですね。もう人殺すわ、インターハイもなくすわみたいな、本当にひどいものです。津幡高校柔道部で男子の主将を務める広岡優輝選手、誰よりも全国の舞台を楽しみにしていた一人でした。高校入ってから全国大会一回も出てなくて、で本当に正直3年で最後だったんで、誰が悪いってわけでもなくて、もうどこにその怒りとかぶつければいいかもわからんし、感情がぐちゃぐちゃ、怒りとかもなんか悔しさとか寂しさとかも本当にもうぐちゃぐちゃでしたね。もう3年生唯一の女子部員としてみんなを引っ張ってきた平田綾子主将、柔道人生の集大成となるはずだった全国の舞台は幻になりました。自分はもうこれで柔道は終わろうかなみたいな感じなんで、もうこれでもう本当に今年はもうがっつり柔道に励みたかったんですけど、なんで今年なんやろうみたいな思ったりはします。目標となる大会もない中練習を続ける日々、そんな彼らを救ったのは県の柔道連盟でした。3年生に高校柔道最後となる大会を開催するため、中止が決定したインターハイ予選に代わる県独自の代替大会を8月に開催することを決めました。津幡高校柔道部は練習場の消毒やうがい、手洗いなど対策をした上で最後の大会に向けて練習を続けています。絶対優勝目指して頑張りたいなっていうのもあるし、1年生とも初めて出れる大会なんで、もう全員が全階級優勝できるように頑張っていきたいなと思います。今の同級生たちと出れる最後なんで、本当最高の、言い方軽いかもしれないですけど、思い出作りみたいな本当に感じで、なんか勝つっていうよりは
まあ、勝ちたいっていうのもあるんですけど、やっぱり全力で楽しみたいみたいな、最後で笑顔で終われたらいいなっていう感じで今います。